無名塾30期生塾生2年生の高橋聖音です。よろしくお願いします。多分おそらく両親が小さい頃ピューロランドに連れて行ってくれたのがきっかけだったのではないかなとは思っています。小学校の頃は天才テレビくんのテレビ戦士に憧れていて、高校の時に放送部に入りまして、その時に駅とかでよくアナウンスの原稿の練習とかしてると、おばあちゃんとかが、はあ、素敵な原稿ね、これ食べなさいとかって言ってお菓子くれたり、高校のお昼の放送で友達の誕生日を奪ったら友達がもう号泣して喜んでくれたり、そういういろんな人とのつながりや経験を通して、あ、本当に私は憧れじゃなくてやっていきたいんだと思い始めました。緊張しました。でも仲代さんと父親が誕生日が同じだったり、入塾審査前にたまたま歩いていたら仲代さんが卒業された小学校の横を通っていたり、なんかそういう偶然のことがいろいろあったので、それだけを頼りに毎日試験会場まで歩いていきました。審査を受ける前に仲代さんの本を読んでから挑んだので、もうその本に書いてある仲代さんの演技や舞台に対する姿勢だったり考え方だったり人間性にすごい感銘を受けていて惚れていたので、あ、本物の仲代さんが目の前にいると思ってすごく興奮しました。これ合格で合ってるのかなってすごく不安で、隣に母親がいたのですぐ確認してもらって、あ、受かったんだ、なんか驚きの方が大きくて、なんか叫びとかではなかったです。朝早くに到着してみんなでまず稽古場を一通りきれいにお掃除をし、その後今日誰がどの時間に稽古場内を使って稽古をするか割り振っていき、またその時間外の時はみんなで近くにある公園に行って走ったり発声をしたりして過ごしています。週に2日間稽古日というものが設けられていて、その時には仲代さんや先輩方の方が稽古をつけてくださってます。頑張ります頑張ります。辛いんだ。いや辛くないですもう毎回毎回緊張していて、緊張が一番の感想なんですけれども、でもお客さんって本当喋ってる人を見てるんだなっていうのが一番、立って私が喋った瞬間にザッとお客さんの顔が自分に向いて、あ、みんながこっち向いたって思う一番の欲を言えばギリシャの古代の劇場に立って新館の椅子の前で演技したいです気取らずにそのままの姿でいらっしゃることが一番だと思っております。縁があって来年から一緒に塾生活を送れることを心より楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございます。